今日のメインディッシュはゴールデンラジオには1年ぶりの登場のこのお二人です。どうぞ。どうも、流れ星の滝上と中江です。笑ってもっとチュエイチュエイなんつって。どうもお久しぶりです。なんつってね、お久しぶりです。お久しぶりですね。夏が高いのはテンションだけだよ。いや、ありがとうございます。でも、ね、笑っちゃいますよね、はい、笑っちゃいません、このテンション、まあね、テンションがね、声大きく中身ゼロ、うんうん、自分で言うんじゃないよ。ありがとうございます。自覚はあるんですね。はい、もうね、1年に1回ぐらい風物詩のように、はい、来るね。なるほど。来ますよ、ね、だってあの言ったら我々、うんうん、あのタケノコファミリーの一員ですからね、一番最初の、うん、タケノコファミリー、ね、覚えてます、大竹さん、うん、タケノコファミリー。分かんないけど、タケノコファミリーみたいなのは存在してません、この世の中。いやいやいや、はい、嘘つき、何言ってるか分かりません。大竹さんのファミリーみたいな、大竹の竹で、うん、タケノコファミリーつって俺らとか、タケは勝手に言ってるだけだよ。違います。でも前はそういうタケ嘘ばっかり言うから離婚するんです。離婚も関係ない。違うんですよ、タケノコファミリー。だから離婚するんだ。だから子供にも会えねえで。いやいやいや、本当は月4回会える予定だったらしいよ。しんどいよ。そうそう、かわいそうだよ。新潟行っちゃいましたけど、やめてください。新潟のどこにいるの？新潟のですか？うん、新潟のどこ。いや、どこでもいいじゃないですか。なんで言わなきゃいけない。いいじゃん。いや、長岡。言わなくていいよ、元嫁の居場所なんて君も。いや、そうですよ。知ったところで何なんですか、大竹さん。養育払ってください、本当に。そばが、なんで俺払うんですか。そばがうまいよね、長岡は。あの、長岡で広げなくて大丈夫なんで。花火も有名。花火も有名ですよね。なんで久しぶりに来ていきなり元嫁の実家の話だけ聞いてるんですか。長岡、ね、長岡花火どうでもいいんですよ。ね、やめてください。うかいはなかったっけ。うかいは岐阜です。岐阜です。あと四国ですね。そうですよ。そうですか。僕、我々岐阜出身ですけども、はい、久しぶりに来たんで。そう、あの、大久保さん多分ご存知ないと思うんですけども、我々流れ星はその大竹さんの前のラジオ番組の時にレギュラーで出させてもらってて、大竹誠少年ラジオっていう。少年ラジオ。はい、朝7時からの。そんな、うん、あの健康的な時間にやってたんですか。やってました。健康的な、ね、そうなんです、まあ、だから今からね、もう16年前の話だから、はい、お前ら年取ったなお前。いやいやいや、大竹さんもですよ。全然みんなの記憶にない話をしてるわけだから、その時にだわ、タケノコファミリーとかっていうので、うん、僕らの後は U字工事で出てたんですよ、うんうん、すごいメンバーじゃないですか、はい、そしたら大竹さんの記憶から一切消えてるっていう、うんうん、タケノコファミリー解散。びっくりしますけど、うん、今日この回臨むにあたって、うんうん、竹谷は毎年、うん、ふんがふんがちょっとかかってる状態で入っちゃうから、うん、あのこの今日は落ち着いていこうっつって、うん、入ってきたら今までずっとマシンガントークです。すごい、確かにこんな喋るのもあんま見たことないけど、はい、皆さんが喋る隙を与えないぐらいもうずっと喋ってましたから、かかってるんだ。かかっちゃってる。なんでかっていうと、うん、やっぱあの大竹さんの、 そのラジオ前出させてもらってて、うん、僕やっぱ大竹さん好きなんですよ。あ、好きすぎて好きすぎて、あのいいとこ見せようと思って頑張っちゃ張り切っちゃって、そうなんですよ、うん、で毎回滑るんですよ、ここが一番。結婚式のご祝儀なんか出すんじゃなかった。そう、結婚式もね、来てもらって。本当離婚すんなよ。離婚すんなよ。いや、それしょうがないですよ、いろいろあったんでね。トリッキーなね、奥様でしたもんね、うん、ですね、はい、トリッキーだって知ってたんだよ、だって最初から。そうですよ、僕らも、みんな知ってんの、トリッキー、みんな知ってたんで、はい、トリックスターだから気をつけた方がいいよって、なるほど、ね、はい、思ったよりもトリッキーすぎた、うん、いや、私も一回お会いしたけど、でも可愛らしい方でしたよ、うん、可愛らしい、ただでもすごい、はい、豚が好きだったんだろう。豚が好きって何ですか、その情報。いやいや、豚飼ってたんだ。いや、本当そうなんです、豚好きすぎて養豚場で働き出して、働き出したから、だからトリッキーだなと思って、そうね、うん、だ僕もそこら辺が好きだったんですよ、でもね、うん、そんな元の嫁のお話やめましょうよ、うん、そうですね、俺のセリフですよ、本当に。今長岡に、長岡に、もういいから、今長岡に、また長岡に戻って、長岡なんか花火もね、花火もそうです、いいよもう、また長岡の花火の話戻っちゃったけど、鵜飼は違ったっけ、鵜飼は岐阜ね、岐阜か四国です、はい、岐阜か四国、長良川ね、あ、そう、岐阜出身ですけど僕、はい、やめてください、もっとあるでしょう、なんか、あと何長岡の名物、長岡の名物どうでもいいんですだから、その元嫁で広げないでください、そう違うでしょう、ね、久しぶりに来たんですから、僕だからこうやって、声落ち着いて喋りたいんですよ僕、すげえ喋ってない、すごい。全然落ち着いてない。大竹さん、俺落ち着いて喋らしたい。落ち着いてない。なんか口から上だけで喋ってる感じが。肝が入ってない。うるさいのよ。うるさいね。うるさいな。もうなんか、ね、いつもそうじゃんだって。音が聞こえてるだけなの。いつも違うんですよ、大竹さん。本当にここだけなんです。このラジオ来るとこんな感じになっちゃう。好きすぎてね。好きすぎて。やっぱり。大竹さん、俺こんだけ成長しましたよって見せたいから。ああ、お世話にもなったし。見せれてないよ成長。毎年見せれてないんですよ。ちょっとしばらくスタジオから外にいてくれない。話がすまいな、うるさいから、そしたら同じことずっと言ってんねん、そしたらなんか楽しいトークができそうな
ないんです僕もそう思いますけど、やだ、いさせてください。本当にやじゃってなんだよ、分かんないね、甘えちゃって、うん、で、お子さんはだから会えてないって言ってるでしょ、うん、あら、まあ、長岡行って会えてないんですよ、はい、あ、そう、会えてないんですよ、まあ、中英はね、幸せそうにしてますけど、寂しいね、はい、うん、ね、僕はもう本当にもう娘もいますしね、うん、娘何歳になった？3歳です。あ、そう、あ、すごい可愛いです。はい、なんかあの、うん、この前、うん、散歩してる時に、うん、今なんか娘の中のルーティーンで、うん、その道の横にあの、うん、車道と歩道を分ける柵みたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、その柵の、うん、その柵がその道と車道、うん、歩道と車道じゃなくて、うん、歩道と民家の間にあるパターンもあるじゃないですか。歩道と民家、はい、うん、はい、その民家道を隔ててる、うん、イメージついてないけど大丈夫、はいはいはい、大丈夫ですか、うん、ここからまあイメージついてないけど行きますね、うんうん、そのそこ通った時に毎回同じコースの、うん、娘がその、うん、民家の方に入って、うん、お店ごっこをするんですよ。おろかわいい、いらっしゃいませ、なるほど、うん、はいはい、で俺が外側からお客さんをやるみたいな、うん、はいはい、で今日もじゃあちょっとあそこでお店ごっこやろっかって言われて、うんうんうん、あ、じゃあやろっかっつった時につまずいて、うん、ベーダーンって転んだんですよ、うん、娘に。娘が、で、大丈夫っつったら、うん、泣くとか思うじゃないですか、ね、泣いちゃうでしょ、いらっしゃいませって言ってましたいや、こいつすげえなと思ってすごいね、膝を押さえながら、プロ、プロだね、根性あるなと思って、根性が、いや、こいつロケとか行ってももうすごい魂持ってんなと、うん、いい、ね、笑っちゃって街の中で、そうだよね、あ、卓球は子供に会いたいだろ今の話聞いて泣いちゃうでしょ、やめてください本当、いや思い出しましたけど ね、 今 ね、 ね、俺の娘元気かなと思って、ただ今聞いてて、うん、すごいあの、うん、ゆっくりいいエピソードトーク話すなと思って、うん、俺もこうやって話したいなと思って、うん、いや、お願いしますよ、はい、なんか俺なんかギャン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 喋ってるなと思って、そう本当に、うん、子供は可愛いけど中江、あの嫁はどうなの、奥さん最近公園ですよ、なんで公園、あのなんか、うん、あの内緒でパチンコやってるんですけど、ラジオに言ってるけど、なんかあのなんか急にこの前やってるなパチンコって言われて、何がっつって、うん、もうテンパると男って何がしか言えなくなるんですよ、確かに目泳いじゃってるし、はい、今もそしたらなんかたまたま俺の通帳を見たらしくて、うん、で俺の通帳を見た時に、うん、いや見るなよと言ったんですけど、まあ、1週間で6日間5万円が出入りしてると、うん、これはもうパチンコしか考えられない、おかしいよね、うん、1日に至っては5万円の出入りが2往復やってると、やだ、これも意味がわからないと、結構やるのね、うん、結構やりましたね、そんなに、そんなにやるの、結構やりました、こいつだって結婚した時に、うん、もうパチンコやめたって言ってたんですよ、うん、で一回そのなんか中英パチンコ禁止令みたいなのが出て、うん、中英をパチンコ屋で見つけたら、うん、あのそれ奥さんに報告したら5000円もらえるっていう、捕まえたら、そうそう、そういう包囲網があったんですよ、うん、でしばらくなんかおとなしくしてんなと思ったら、うん、この間なんかあの僕ら G1 グランプリっていう芸歴15年以上の芸人が出る大会で準優勝になって、うん、で50万もらったんですよ、うん、賞金で、うん、で25万、嬉しそうだな、優勝しろよいやそれこっちだってしたいっすそうです、したかったです、いやボケみたいに言われるけど、ね、優勝しろよじゃないですよ、そうじゃない、したかったけど、うん、準優勝で今威張ったからさ、そうなんですよ、すごいドヤ顔したから、ってないですよ、ま、威張ったまでしたね、威張ってるからさ、ね、優勝しろよ、俺再現できます、大竹さんそこ食いつかないで、中英再現できます、僕ら準優勝だったんですよこの間で行きました、はい、自慢の間で、はい、違います、すいません、じゃあね、うん、その準優勝になって、うん、で25万ずつもらったから、うん、何使ったみたいな話をした時に、うん、こいつがなんかもごもご言い出して、うん、どうしたのっつったら、うん、そのカジ君っていう元芸人にお金返したみたいな、うん、それで終わりみたいな、いやだって25万円よ、まあまあ確かに結構あるけど、うん、カジ君にいくら返したのっつったら、うん、15万返した、お前はそのくらい養育費で送ってんのか、やめてください、まあ、教えてすごいブーメラン、なんですぐそういう話になるの、スーパーブーメラン、いやいやスーパーブーメラン、まさかの角度から、ね、角度から、うん、養育費の話やめましょう、一回置いときましょう、お前今もう一回長岡置いといて、めっちゃ真横にブーメラン刺さったよいけるそんからいけますいけます全然もう慣れてるんで、こんなの、いやいやいや、人のさ、人の20、ちょっとブーメラン黙ってください、いやそうじゃなくて、そうじゃなくて、人の25万をパチンコで使ったって、はい、怒ってるから、はい、お前は何に使ったんだと、はい、全部養育費に送ったんだろうなと思ったんで、なるほど、いや養育費は養育費でちゃんと払ってますけど、うん、あとは脱毛代です、うん、はあ、何それ、美意識高め、はい、え、脱毛してんの今、血毛を、脱毛じゃない、脱毛
脱毛しました。ひどすぎるよ。血毛脱毛。造語作っちゃってる。そんなことしてるから。もう今日もダメだよ。そんなことしてるから離婚すんだよ。離婚関係ないでしょ。脱毛、脱毛なんかするな、もう。違うんですよ。だから中英の25万の話させてくださいよ。で、だから家事育児15万。もう養育費どうでもいいですよ、もう。養育は払ってますから。お前、毎年と一緒じゃん、もう。これ、本当だ。またこれへこんで帰る。毎年です。毎年のやり取り、このラジオで。毎年俺へこんで帰る。いや、マシンガントークしちらかして、それが漏れなく滑って帰る。すごいね。すごい1年に1回の風物詩だ、本当に。風物詩、本当へこんでるんですよ。本当だよ。だからさ、はい。どこに？ちょっと何絵描きながら喋ってる？いくら払ってるのって。そうそう、養育費はいくらなってるのって。それ言わないと進まないと思うのよ。いやいや、違います。俺20万ぐらいかなと思ったんですけどね。ちゃんと洗ってます。これだけ言わせてください。ちゃんと毎月払ってます。え、20万より少ないの？はい。20万より少ないリアクションしないでよ。それは後で話しましょう、武田さん。少ない。戦場で話しましょう。で、ここあれなんで。イエスとノーで答えてくれるだけ。そう、イエスかノーか。イエスノー枕じゃないんだからさ。そんなツッコミある？そんな時間かけなくていいよ。なんだよ。俺イエスノー枕でもいいよ、別に。いいね、どっちでもいいよ。でも本当。イエスかノーかでいいんだよ。なんでイエスノー枕。いやもう勘弁してください。じゃあ、下で。で、いいですか、戻りますよ。イエスかノーだったノーじゃん。みんなその話興味ないのよ。もうまただお前の養育費よ。もういいえ、もうあといかにさらっと言う大喜利。そうね、そうだよ、隙間でポッとしてくれた方が。そうよ、じゃあちょっと待って、じゃあ一回まとめていいですか。その中英がパチンコ今やってると、で梶君にじゃあ15万返したけど本当いくら借りてんの全部っつったら50万っていう。あ、じゃあ結構ね。いや、その額俺に言わしてよ、こっそり。まあね、それは悪かった。早い反省。はい、奥さんはそれで満足してる。旦那の方は養育費、あ、養育費に戻っちゃう。満足してます。だってちゃんと決めましたから。なるほどね。あのちゃんとそういうところで、あの叱るべきところで決めましたから大丈夫です。じゃあ次のコーナーいいですか。コーナーなんてないです。コーナーないけど。お前の番組じゃないんだ。大竹さん聞いてください。その変な絵描いてるじゃなくて、何描いてるんですかそれ。え、あのいやそうじゃなくて、あのちょっと暇だ。なんで暇になってんすか。ねえ、おかしくないですか。ゲスト来てんすよ、大竹さん。可愛い後輩が。ちょっと滝上の顔にちょっと落書きしないでください。暇だったら暇だからね。あの我々ですね、流れ星ですけど。ネタ聞くか。ネタ行く？やる？いやちょっと今行けないです。ネタ見たい。俺も本当これも肘祭り以外のネタちょっと見たいな。ああ、なんか肘祭りはお箱なんですもんね。肘祭り用意してきたんです。肘祭り用意してきたって。いやいいですよ。違うのやりますよ。全然行けますよ。はい。本当全然やれますけど。全然行けます。そんな無茶ぶり何にも怖くないです。いいですか？いや別に怖がらしてない。ネタやりたくないの？やりたいだろう。やりたいですよ。やりたいだろうと思って。やらさせてくださいよ。そうね、ツイッターで上げるんですもんね。いいですか、うちの相方が天然ボケすぎて困ってるって俺の話聞かなくていいですか。さっきのあの脱毛もそうですけど、あの今からやるじゃあネタあるんですけど、それでドアを開けるシーンがあるんですけど、普通ってあのギーバターンじゃないですか。ギーバターン。こいつがウィンガシャンって言ったんで、一回変な空気になったっていうのだけお伝えしたね。コロナ禍で久しぶりの営業だったんで。ウィンガシャンって久しぶりの営業だったの。ちえ、髪の毛ふさふさだな。俺もうハゲ薬飲んでる。めっちゃ面白いネタあるじゃん。で、これがびっくりすることすごいな、お前。髪の毛にとどまる。何それ。望んでなかった手のひらの横に生えてきたんですよ。脱毛しろよ、それ。毛もね。ウルバリン、X-Menのウルバリン。脱毛ね。お前こそ脱毛しろよ、バカ野郎。本当だよ。なんでですの。脱毛したら芸人面白くなくなるでしょ。やめろ、誰が面白くもうネタやれよ。ケツがツルツルだぞこの野郎。いいですか、やりますよ大竹さん。いやでも髪やらさせてください。本当にふさふさ、いいから。びっくりするぐらい生えてきた。いいから。もうすごい。もう何がすごいって、もう抜け毛がこんだけ部屋に落ちてるって分かるぐらい一本一本太くなったんですよ。そうなんだ。あまり余って手のひらの横にも生えてきた。もういいよ、聞いたよそれ。これで落ちたんで、もういいですか。なるほどね。じゃあいきますね。薬はいくらぐらいするの。もういいから。これは安くて別に買う気ないでしょ大竹さん。いや、なんと3ヶ月で5000円。安い。安い。安い。いやいや、テレビショッピングになってくる。安い。だけでの養育費じゃないんですか。やかましい。誰が安いだ。ちゃんと洗っとるわ。20万以下の。これあのちなみに大久保さん、あの前の少年ラジオって朝7時の番組では我々毎週大竹さんに新ネタ見せてたん
すごい毎週作って本当にあのいろいろ検討した結果、はい、あの中への見ながら目を見ながら検討した結果、うん、やっぱり10万だなこれな。用意食いな。いいんですよ。10言ってないと思うんですよ。10言ってないから。俺は 8, いい 8, 8だ。予想しなくていいよ。いいからもうなんかもうそこら辺でいいよ。まあ8が8かもしれない。いきますよ。はいどうも、ねね、こんにちは流れ星です。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。流れ星の滝優斗中江です。多分私じゃなくて中江ってね。ご機嫌で始まりましたけどもね。まあ夏ですね。もうすぐね、うん、やっぱ夏といったらね実家帰りたくなるじゃないですかね。まあそうね、我々ね、あの日田君の実家なんですけどもね、やっぱ日田の高山だとね、やっぱ俺じいちゃんに会いに帰りたいんですけどね、うん、あの日田高山でね有名なものって言ったら高山祭りっていうのね。高山祭りあるんですよ、まあ、春と秋 ね、 ね、いい祭りなんですよね、あれね。腕の骨をつなぐ関節、肘肘肘肘がなければ腕は回らぬ。肘肘、ありがたやありがたや。そんなんじゃねえよお前。そんな祭りじゃないからね。お前なんでお前肘祭りじゃないってたのにこの振りしてきたの。そうだね、間違えた間違えた。いや俺今振ってきたからやるしかないですよ。そりゃそうだ。俺今絶対に夏で、夏でもう一個違う振りあるんですよ。だから俺今そっち来るかなと思ったら、なんかあの地元の祭りって言ったらこれ肘祭りの合図なんです。卓球やお前、あれで養育費が頭いっぱいになってるからお前。今日一番ネタ間違い、ネタ間違い、あえてなんか攻めたお笑いやったと思った。なるほど、間違えた、うん、単純に間違えた、完全に間違えた。もういいよお前。俺今どんだけやべえ空気で肘祭り踊ってたか分かるか。分かる分かる分かるよ。もう皆さんがざわざわしだしてさ、うん、俺もお前が踊りだして、うん、あそうだった肘祭りじゃないよってやつだったな、ごめんなと思って、ごめんなって気分で見てて、うん、俺だってお前ダチョウクラブのツッコミみたいな気持ちになってた、うん、びっくりしましたよ。本当にびっくりしました。まあびっくりしたよな、うん、まあ、びっくりしたと言ったらさ、うん、まああのいろいろありますけどね。まあね、びっくりするさ、お化けね。お化けね、うん、お化け本当怖いですよね。ほんでね、夏といったらお化けね。で俺ね、お化けね苦手だから、俺がお化け屋敷プロデュースしたら、俺日本一怖いお化け屋敷作れると思う。まあ本当ですか、うん、じゃあお前お客さんで入ってきて、入ってみようか。俺じゃあビビらすから、うん、やかましいよ。やかましくねえわお前。いいパターン、ここいいパターンできた。今日でしたね。ようこそここまで来たな。貴様は今から999体の化け物に会い、最後は必ず命を落とすことになるであろう。怖い。家族に別れは告げてきたかい？恋人にさよならは言ってきたかい？自分の棺桶は作ってきたかい？自分の遺書は書いてきたかい？よくぞ出口まで来ることができた。終わりじゃねえよ。ただただ歩かしてるだけじゃねえかさ、お前さ。驚かしてこいよ。あ、どうも。あの、馬っているでしょう。馬ってね、血液型の種類ね、3兆種類あるんだって。へぇ、うん、驚かす意味違うわ、お前。誰だ、このおっさんは。お化けでこ、お化けで。どん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 。あの、馬っているでしょ。一緒のおっさんじゃねえか、お前。お化けで驚かして、驚かしてこっちってんだよ。おっと、目の前の扉は開けるんじゃないぞ。開けたら貴様は必ず後悔することになるであろう。ガチャピュッ。暑いなぁ。もうこんな時代にこんなバイト、もう誰が驚くんだよ。ビビるわけねえだろ、これ。バイトの休憩室じゃないか、お前。どこの扉開けさせてんだよ。後悔したよ。あの、パンチを皿敷いたでしょ。皿、井戸から出てきて、皿1枚、2枚、3枚って数えるやつね。あれ怖いですよね。1枚、そうそう、2枚、サラババババババン。何やってんだよ、お前。顔芸とラジオだから、顔芸伝わんないですから。え、お化け、ラババババババン。せめて見せて、このカメラに。顔芸やってますからね、ちゃんと。じゃあ、じゃあ、皿を数えろってんだよ、お前。どん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 。1、7。9リバース。ウノやってんじゃねえか。負けたじゃねえよ。もういいわ。どうもありがとうございました。あ、ありがとうございます。面白い。ありがとうございます。これを毎週毎週、うん、そう、そう、だからこんな感じでなんか落書きしてる、うん、顔芸とか見てなかったですけど、ね、やっぱり面白い。やってる間どんどん落書き増えちゃって、ずっと絵描いてましたよね。だから何描いてんすか、本当に。あ、告知見ててください、ね、ちょっともう時間なんで帰っていただけます？もう時間ですか？いや、もう告知なんですって、うん、もうですか？もうですよ、10分いましたよ、なんか、うん、ですね、流れ星、うん、単独ライブ全国ツアーやります。はい、コロナでできなかったんですけどもね、うん、今年もありますので、ぜひ詳しくはですね、うん、BS 富士のホームページか、流れ星のファンクラブサイト、うん、ちょっとせっかくなんで一瞬ちょっとここで詳しく言わさせてもらっていいですか、はい、せっかくなんで、はい、もうみんな聞いてますもんね、はい、はい、あの全国のツアーのタイトルがですね、うん、流れ星単独ライブツアー2022の新規一点というタイトルでございます、うん、はい、で東京公演は8月6日の、午後4時16時開演 で、うん、はい、で会場は葛飾区亀有の亀有リリオホール、はい、で料金は大人4200円、うん、安い、
学生2800円、安い、うん、親子2人で6200円、安い、うん、親子チケットあるんだよね、はい、で詳しくはホームページをご覧ください。どこ行くの、地方はどこ行くの。地方はですね、うん、北海道、名古屋、はい、大阪、うん、まあいろいろ行きますね。はい、とりあえず皆さんホームページ見てください。長岡は。長岡は行かないです。長岡多分竹江がプライベートで行くと思うんで。そうですね。長岡行きゃ。長岡ちょっと、はい、子供に近寄らない。多分長岡行っても、うん、竹江の元嫁と娘2人しかお客さん来ないと思う。来るわ。ね、もう帰ってください。はい、帰ります。今日のゲストは流れ星のお二人でした。ありがとうございました。お邪魔しました。はい、長岡ね、みんな。